ああ。おばちゃん、どこまで行くんだい？すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれよ。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。ラニちゃん。アカネさん。ええ、はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか？ほら、ご挨拶しましょう。
まして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたが茜さんですね。ええ、改めまして岸田茜と言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう、本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも茜さん、茜さんのままでいいですか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか、なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。うん、じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺？ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのは厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん？私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか？あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。
あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ？ラニ、見せてあげて。え？大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたからそれを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙。手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあさまのものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。え？正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ。ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。そん時のブライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、
何かの間違いだってことをプライスに直接確認するな。真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのにブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると銃を取り出して何に向けたの。はあ、私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ。あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。
あの時の真澄さんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強え人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ、そうかもしれない。懲りない人間なのね私。いえ、昔おやさんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね。すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ、こっちもオーケーです。親父、よし降りろ、俺らもすぐ離れる。恩に切る病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。ああ、俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え、我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。あ、ちょっと、花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか。千歳さん。お、じいちゃん。この人はね、
一番。外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんね、みんな。私は、ずっとこいつに脅されて、逆らえずにいたの。ダメだ。なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。おい、おい、何すんだい。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね。荒川雅人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ。それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いや、そんなことは。俺、振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく。エイちゃん。よかった。やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね。俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど。どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？それは清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ。ドワイト。全部バレた。この場所も茜さんとラニがここにいることも。残念だよ富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ、クソ、この、
るじゃねえか。これが俺の真骨頂や。みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんも恩もやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。連れてかれちまってすみません。全部俺のせいです。